キリト。あの戦いの直後からずっとあなたは心を失ったままなのに、おじさまの剣気から私を守ろうとしたの。あなたは私のことをどう思っているの？私は一体キリトのことをどう思っているんだろう。いえ、私は作られた存在、アリス・ツーベルクの体を占有し続けている戦うための人形。私には戦意以外の感情を持つなどという贅沢は許されていない。でも、もしかしたら私が自分の心を押さえつけているからあなたに声が届かないの。もし今ありったけの真意を放てば、あなたは答えてくれる。